石の組み合わせで勝利せよ。説明。このシリーズのルール、一時停止推奨。はい、皆さんこんにちは、アットムツです。では、新しいポケモン2体、追加したいと思い、ミラクルで追加したいと思います。今回出すのはアブソルとゴチルゼルで、コメントにもあったんだけど、こう話す、外す2体をミラクル交換に出せばっていう意見があって、まあなんでかっていうと、まあ、結局俺がそのミラクル厳選してないっていう証明になるので、それどうかって話があって、で、最初はちょっと正直、いただいたポケモンね、せっかく育てて愛着もある中、話すのどうかなと思ったんだけど、そもそも結構みんな、親名と出してる人が一致してないっていうのと、しかも育成して返してるから、まあ、おーい!フェアリー3体目。まあ、いいかなと思いまして、今回からは、育てたポケモンを話していくことにし、外すポケモンをミラクルにまた戻すと。いう形にしたいと思います。モンメンゲットだぜ。来た。おお、やっぱりさすがのゴールデンタイム11時前ですが、いいですね。東京都 M さん、浮いてるポケモンくれー。いやでもねいいよ、かなり。うわー、浮いてなくてもいいや、このあこれやべえぞ、タイプ相性チェッカー。まあでも悪くないんじゃないですか。いや、V 次第ですよ、これ。M さんありがとうございます。ケロマツ。はい、というわけで、いただいたポケモンですが、ケロマツが変幻自在、S は欠けてますが、これ、ガブさえ抜いてれば、かなりいいですね。まあ、ガブもう十分すぎるぐらい熱くなってる気がするけど、でもこれか、いいですね。ガブさえ抜いてれば個人的には言うことないですね。椅子が欠けてても。ただ A が0なんでちょっと物理型は難しそうです。はい、モンメンはまあ図太いいたずら心で抑えてるところを抑えて、A が0の、BCDS なんで、かなりいい答え。これはモンメンかなり期待できそうですよ。というわけで、この2体を、新たにパーティーに加えて、レートボタンに潜っていきたいと思います。それでは、どうぞ。来た!タクヤ。俺はムツ。はじめまして。タクヤー!ダメだよ、不思議花は!刺さってんだから、こっち!ダメだって、不思議花!ガブリアス、ギルガルド。スイカ、やっべえな、これ。くっそやべえぞ、あれ。もう月光がオノノクス確定だな、この段階で。じゃないとマジで止めらんなくなる、あいつ。シャレにならん。シャレにならんしょ、これだわな、完全に。闘争心理論でいくと、まあ、そこそこ戦いそうだから、サザンドラが先発に来ちゃって、ごまかしまーす、みたいな。ごまかしに来ました、みたいな。チーズ、みたいな感じで来られると、ちょいきつい。けどまあエルフ、まあサザンドラ先発十分あり得るんだよな。かといってサーナイトも正直先発あり得る場面。無難に月光が投げとくっていう、安定感は確かにあるんだけど、バナは絶対来るんですよ、これ。先発そこだけだな、そこだけ。ライフルと出してガブと対面した時の、はぁ、みたいな感じ。やばいですからね、実際問題。ランブル投げるか、ここ。ランブル一丁行ってみるか、これ。そこまで悪くないだろ、これ。斧の月光が。はい、行ってこーい。これはきつい戦いになる。もうこれ、ね、組んだ当初から、場のやばすぎでしょ、このパーティーって思ってたから。もう当たんないことを祈るしかない作業だったんだが、まあその分なんとなくこいつはもうこうするしかないっていうのを考えてたから、スムーズに選出決められましたね。ガブか。まあまあまあ大方悪くないですね、これね。ここまではいいですよ。さあ攻めてくるかどうかだけど、まあ十中八九引くでしょ、ここ。指振るか。いや俺だったらバナ投げるけどな。ここガブ
ねえ、言ってもねえみたいな感じじゃんね。下げると思うけどな、ここ。これ、ちょっと待って、読む、バナ読むのであれば、バナが本当に来るんだったら、ここ月光河なんですよ。で、ここで月光河失ったら、バナに対する対処方法はない。ちょっと待って、これ 100% ここ激に来ないから、オノノクス投げます。地震か。まあ、威嚇入ってるから、最悪いいや。地震。まあ、これ意外だな。普通に来てると、おとなしいから結構入るぞ。おとなしいから結構ダメージが痛い。ここもう一回グランブル投げましょう。威嚇をもう一回巻きます。これ、オノノクスの方が遅い花園なんで、もう一回これ地震できてる可能性高いですね。威嚇もう一回巻いた。いいぞ、いいぞ。自信も一丁。こだわってんのか？これもしかして。こだわってたかな？これ引いてくるかもね、さすがに。じゃれつくか。もうここ絶対交代来るよね。そりゃくすぐるよね。よし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 、ラッキーラッキー。まあ、すげえかき乱されたけど、ガブ突破するだけでだいぶ、話は変わってくるんじゃー！タスキ以外で、よーし！いいぞ。素直に初手じゃれつくでよかったか。まあまあまあ、結果論。結果論です。まあ、どうせバナいるから、バナだよね、とりあえずね。バナはいるでしょ。ガルド先か。もうガルドよりか早いべ。下手に地震打って弱光発動して2段階上がっちゃって、手つけられません。大会、やばいっすよね、実際。電磁波先に巻いといて、おとなしいオノノクスが2段階上がった、やつ耐えられるんすかね。正直、超微妙なラインだと思うんだけど。これ、重いぞ、ギルガルド。とりあえず、電磁波。もうこれで、あれですからね。動けなかったら超うまいですからね。いや、ここまで、まだわかんないよ。まだわかんない。動くな！シャドーボール。まあ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 。じゃあ、これは、まあ、グランブル普通に捨ててと。で、ここオノノクス投げますか。個人的にはここ、龍舞な場面なんだけどな。読まれっかな。龍舞、挑発、身代わり、なんでもござれですよね、ここ。麻痺。禁止しちゃうと、麻痺ってても、麻痺引いても、これ、あれだっけ、なんか、超守るぜフォルムになるんだっけ。龍舞しといて、行きたいっすよねー、正直。いや、相手もここ地震来るって分かるか、でしょ。強気。何事も。よし！悪くないっすよ。何が悪くないって闘争心だからね、こっち。そこが一番悪くないところ。龍舞じゃー！オッケー。これ地震相当威力あるのでは。地震。まひればさらにうまいが、闘争心、こっちそら闘争心だぞ、おとなしいとはいえ、助けかお前。マジで？違うよな。禁止じゃねえか、やばすぎるぞこれ。まひっとけ、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 まひっとけ。俺が使っても強い！素晴らしい。影打ち動くよね。いや、これ、落ちるのでは？おとなしいじゃ。あー、やばいよ！ラス1はこれ、バナ一点読み。アクハの方が期待値高い気がするんですよね。ラス1が何だったとしても、九州よりひるみの可能性にかけた方がいいんじゃ。
あ、一応急所出ればバナ落とせるんですよ、H ブリでも。でも神通力も 10% ひるみあるからな、よく考えたら。神通力でいいや。動くな！くっそ、ダメだ、これ落ちたな。くっそー！あ、落ちないわ。今一つじゃん。あー、完全に忘れてた。ひどいもんだね。うん、完全バナ一点読み。ここまで、これでサザンドラとか来ちゃったら、もう、ああ、もう、みたいな感じだよね。バナ組んだろ。よし！ 10% のひるみと、何パーセントかの、急所にかけて、メガネ神通力。当然、不思議バナないと。眠り子がなかったら、なら、いやー無理だなー。バナ結構 C 高いんすよねー。神通力通って。うわー耐えるよねー。ひるめ！ブー耐えてくれー。耐えない！くそー。いやー惜しい試合だったなー。ガルトが乱数ですかねー、あれは。タクヤさん、対戦ありがとうございました。トミ。違う、絶対イントネーション違ったわ、今。トミさん、ありがとうございます。まずまずのようだね。やめろ。あー、お、初代パだ。すごいすごいすごい。ビジョットサイドン。これサイドンバカにしたらやられるやつだ。プインディ。なんだ、ナッシ。ナッシやばいね。いや、カメックスもやべえわ。さらに言うと、フーディもやばいみたいな。ナッシか。レイビー、てかこれ月光が刺さりやばくないですか？ちょっと。これ笑える、笑えないレベルで刺さってますね。サイドン怖いなぁ。ナッシー邪魔ですね。フーディンってわかんないんだよなぁ。フーディンはわからない。とりあえずは。ライボーは欲しいですよね。ぶっちゃけすごい刺さってるから。すごい刺さってるから、絶対欲しいところ。おののライブを月光河の並びでいいと思うんですよ。ほぼほぼ。ほぼそれでいいと思ってて。あとは出す順番ですよね。パッ、でもサイドン出しづらいよな、サイドン。めちゃこっちバシャバシャだもんね。風鈴先発じゃねえかな。風鈴先発だと思うけど。とか、まあ、ウィンディーとかでお茶濁しパターンか。でもこっち月光河濃厚ですからね、先発。パッと見た感じは。しかもこっちも威嚇ポケモン2体いるし、カメックスがいきなり先発に出てくるっていうのは正直考えにくい。かなぁ。てか、これかなり相手月光がやっぱ重いですね。まあ、いっか。どの順番でもいけんべ。ちょっと待ってくれ。闘争心だ俺の名は闘争心。いや、これ、物の先発はやりすぎか。ライボ先発いこう。これでいこう。これでもね、ライボルト、きちんと取っとかないと、カメックスどうすんのみたいな委員会始まるから、これ、例によって。カメックスが見えてない状況下で、うかつに、捨てたくないとこですね。トミさん、対戦よろしくお願いします。いや、これ、ライボルト攻防の一手だな、かなり。もう、サイドン来たら知らん。よし！悪くない。まあ、どうせこれ、5つ目持って、フェザーダンス、プンプンプンでしょ。もう、それしかやることないんだから。ボロチェンかな。サイドンって岩？地面。もうね、岩と地面のね、わからなさやばい。外見からわからなさ。全部複合してんじゃねえかみたいな。ちょっと待って、サイドン調べます。まさか相手もサイドンのタイプ分かってないとは思ってないでしょうね。地面タンか。まあ、ボルチェンで行きたいところですけど。サイドンいるんだったら出てくる場面だけど、いなかったらゲロアドですよね、これ。ここボルチェンしといたら。いるんだったら出てくる、ここ。あ、いねえわ、これ。あ、ちょっと待って、これ。抜いてないから、ここトンボ返りの可能性もある。あるな。あ、ぬ、え？落ちるやろ。タスキか。タスキか。これやばいぞ、なんだ。ガムシャラとかあったっけか。
どうしようかね。オノノクス投げますかね、これ。これ、ライボルとあんま投げたくなかった。まあ、一番役割薄いのはオノノクスなんで、オノノクス出しましょうか。型破りが出てるってバレませんように。追い風。あー、サポートか。こいつ置き土産とかあったっけ？有米してどうかみたいなところありますよね、正直。フェザーダンスとかあったらめんどくさいな。これもう一回ライブを戻そうかな。サイドン出してこなかったし。ここフェザーダンスとかめんどくさいから、もう一回言うけど。ここライブをバックします、ここ一回。多分ピジョット側から有効だってないでしょ。多分。ガムシャラって歩く？ボム風か。でも俺 D 高いけど H は低い。みたいな。じゃあ、もう一回ボルトチェンジしましょうか。暴風。外さない。追い風中って必中なんだっけ？関係ないっけ？もう全然覚えてないんだけど。あれ？ちょ。それまずいって。あ、でも、俺のとんがり具合見てる？あー。これまず、美味しくねえな。おとなしいオノノクス出して、フェザーダンスないんか。取っときたいですよね。ちょっとカメックスいる段階でここ捨てちゃまずいでしょ。オノノクス投げましょう。追い風ターン潰せたらまあよしっていうことで。追い風これ次のターンで、このターンでやむかもしかして。熱風。ラッキーですね。やけどしなきゃだけど。追い風やんだ。ここ追い風捨てかな。どこ好きしよう。あれ、抜いてる。どんだけ押せんだ。こっちも相当遅かったはずだぞ、これ、オノノクス。おとなしいだし。もうとりあえず追い風させなかったのはでかい。けどなんかきっちり削られるとこ削られた気はするが。カメックスいいんじゃん。カメックスいいのか。激凛突破でいいかな。別にここ。まあ、当然メガリングですね。これ、え、ちょっと待って、アクジーとかはあるんだっけか、カメックス。アクジェはあるよな、確か。激凛ツッパー。あの HP じゃさすがにきつい。威嚇巻いても。あ、素晴らしい急所。伊達に、闘争心ではない。闘争心急所でこれって耐久やばいですよね。穏やかでも耐えられない。お疲れ、オノノクス。まあ、高画でも安定感ありますけどね。どうせタスキじゃないんで、月光画で、いいかもな。これラス位置なんだろう。サイドンはいないよね。あんだけライボルト出して、サイドンの動きなかったから、多分サイドンいなくて、等倍以上で入るやつか、まあ、ウィンディーなし、フーディーのどれかでしょう。でも多分、メガかぶりするからフーディーない。ってなったらなしか、ウィンディー。月光河だけでカメックス倒してライボルト捨てて月光河で変身してブーン。で、いいんちゃう？それでいこうか。まあ、月光河全体的に刺さってるんで、ここ悪くないとこですよ。どうしようかな。まあ、波乗りでいいでしょう。波乗りで。あれ？あれだ、先制技はない。さすがに落ちる！だってメガネだもん。カメックス倒した。さあ、ラス1なんだ。これ、ナッシーだったらね、やばいかもしんないね、これね。ナッシー、いや、でもナッシーでも、身代わりナッシー、やばいね。身代わり系だとちょっと、なんだ、ラスト。ウィンディ悪くない全然悪くないですね。よっしゃ、これかなりいいぞ。威嚇巻いてきた。まあ、ウィンディがね、持ってるっちゅう。これどうだろう。神速。身代わりが一番厄介だが。まあ、一回威嚇を入れましょうか。威嚇入れて波乗りで、倒したい。です。決意表明。それで倒したいです。バーガートって何？ C 下がるやつだっけ？さらばだ。まあまあ、いいです。で、一回引かせて、で、もう一回出すと、月光が。これでより盤石に、ウィンディを倒せる。はず。
あー、いや、ちょっと気抜きかけたぞ、今、やべ。ふっとこう、手綱をこう、緩めようそうになったよ。これは死ぬでしょ、タイプ1メガネ、波乗り。素晴らしいよ、月光が。いや、今回はかなり月光が、動ける試合だったな。まあ、もうちょっと反省点もありますが、勝てましたんで、まあ良かったということで、トミーさん、大変ありがとうございました。こんにちはー。あ、こんにちはー。シスさん、対戦よろしくお願いします。あ、よし、バナいない。ルカリオ、ファイアロー、ドサイドン、違う。ボスゴドラ、マンム、レンリュー、左下なんだっけ、ギルガルド。俺はね、あれだと思いますよ、先発は。下2体のどっちかだと思うんで。まあ、下2体のどっちかですよね、これね。ファイアロー来るかな、先発。ファイアロー結構出しづらい、じゃないかな。そんなことないか。あり得るか、十分。で、多分マリルイきついからギルガルドは来るんですよね、きっと。ガルド邪魔だなぁ。ガルドくっそ邪魔だわ。ライボ先発でいいっすかね、ちょっと。ライボ先発行こう。で、電流が割ときついんですけど、グランブル出しちゃう。グランブル割と良さそうだよね。ファイアロー邪魔すぎるな、これ。ファイアロー邪魔すぎる。で、月光河はやっぱり範囲広くてすごく刺さってるんで、出していきましょう。うわー邪魔だなー。マンムーも来そう。グランブルかマリルリ出していきたいですよね。でもこれあんまりこれガルドに薄い。ガルド考えたらやっぱグランブルの方が、まだ。まあいいか。グランブル出したんだよ。そこそこ強いし。シスさん対戦よろしくお願いします。これなんだろう、これ前、なんでもまあ、なんでもいけますよ。シスさんよろしくお願いします。これ3回目ぐらいです、挨拶。もう挨拶中。ライバルと。あ、コドラですか。タイプ調べよう。こいつも岩か地面か何なのか、複合してんのか単体なのか分かんないやつだから。いやー、ボスコドラ、はい、すいません。ちょっとこれ、名前間違えると怒られちゃう。鋼岩。これ完全にこれ、振り対面じゃないですかね。ちょっと。ま、あれでしょ。ライボボロチェンで、あれ出すのが一番いいんじゃないですか。ボルチェン入るよね。電気向こうじゃないよな。これボルチェンでいきましょう。威嚇巻いて、グランブルにやって二重で威嚇巻くのが正解かなっていうところでどうですか。さすがに A2 段階下がったら結構下がるでしょ。いいぞ。やっぱ威嚇戦法は強い。おー、俺たち、メガ進化。メガボスコドラってフィルターとかでしょ、確か。こいつ B クソ硬かった覚えがあるわ。ちょっと待って。ちょっと待って、ライボの C 持ってしてこの減りなの。ちょっとやばくないか、これ。グランブル出しましょう。ちょっと種族値調べさせて。230って何面白すぎだろ、これ。230ってなんだよ、それ。230ってなんだよ。やばいぞこれ。入んのかこれ。一応地面2枚ですけど、デカンやばいですよね、デカンが。鋼タンになっちゃうんですよね。炎2倍入るから、ここうまいことライボルト戻せたらうまいんですけどね。ライボルト戻そうかこれ。で、だって火炎放射とか打ってった方がこれ現実的じゃん？フィルターとはいえ、フィル
ーターとはいえでしょ、入るよね。1.5倍の抜群で B もそんなに高くないか、あ、D 高くないから、自信持ってたとしても、威嚇3回巻けば受けられるはず。これなんか、ここで自信打つのはグランブルを迂闊に捨てることになる気がして。威嚇3段階巻いた。アイアンヘッド。まあ、いくらも入んないでしょ、さすがに。うわぁ、すげぇ。すげぇ入んねえ。ちょっと待って、相手のパーティー。まあ、受けられてファイヤローだ。だわな。ここさすがに解放者打ってきたいところ。まあ、下げられたらそれでいいや。嘘電磁波入んねえ。よっしゃ来てるぜ、これ。来てるぜ、これ。ボルチューンしてっても、これファイヤローがいそうですよね。ガルド。まあいいか。解放者で押していきましょう。これ、ボスコドラが目がったんで、これルカリオが目がる心配はないんで、つまり、上から殴られる心配はとりあえずないと。まあ、ファイヤローですよね。いる。これ、臭いのは。マンム？スカマン。スカーフマンム。マンム出てくるんだ、ここ。ボルチューン巻いた、一旦目に来ても。まあ、解放者打ちますか、ここ。別に、ここ、タスキだからってビビる必要はなくて。やけどしろー！熱い脂肪だか、こいつ。熱い脂肪だでしょ、これ。確か。で、ここ、あれ投げて。で、相手も。あ、弾か！はい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 。オッケーオッケーオッケー。で、グランブル投げましょう、ここ。で、相手も、ここ。あ、グランブルはエスカってるから自信でいいわ。って思った、その瞬間。その瞬間だ。俺が。俺が輝くのはその瞬間です。自信でいきましょう。命中重視。うめえな、そりゃうめえわ。うめえっていうか、これやばくないか。指振るかも、なんか。万歳アタック。グランブル万歳アタックでファイヤロ倒すみたいな。一発耐えねえかな、ハチマチ。ここブレば耐えないですからね。これでしょうね。普通に考えて、ここじゃあ、まあ、一発仮に耐えたとして、で、ファイヤーに電磁波巻くでしょ？ってなったら、じゃあその後の勝ち筋って俺にとっての勝ち筋って何かっていうと、もう電磁波、麻痺、バグってもらうしかないんですよ、ファイヤーには。で、そもそも、マンムがタスキだった場合は、ほぼもう負け角見え始めてんですよね、これ。まあ、指振るか。楽しいし。フレドラ耐えねえかな。グランブル B は高いよ。だって俺 V だもん。くそV だけじゃ埋められねえ溝だった。水手裏剣あったらなと思ったけど、結局感ありますよね。これダメだ。もう全部さらわれて終わりだ、これ。くそ、これな、どうすればよかったかな、これ。これもう何されても負けますよね、これ。あ、そっかそっか、これなんで引っ込めたかと思ったらあれか。スカーフだった場合も考慮したら、ここ下げて、ブレバ打つのが正解。ダメだなぁ、これ負けだなぁ。だってこれ、あれでしょ。あ、でもちょっと待って、これ。これちょっと待って、これ。月光がもう V だな、V。B が。HBDV だから、これ。耐久、硬い。いける。急所の逆があればいける。急所の逆が。かすったみたいなやつ。わあダメだこれ。4体目のポケモンで勝つしかね。くっそダメだなーこれなーどこだったかなー。ボスコドラーに消費しすぎたかな。シスさん大変ありがとうございました。はい、というわけで、ここまでご視聴ありがとうございました。まあ、
あの、パーティー紹介でサクッと終わろうと思うんで、あんまどうでもいいコーナーじゃないんで。いや、どうでもいいんだけど、でもなんかどうでもいいコーナーじゃないみたいな感じで。じゃあ始めていきたいと思います。今回育てたのは、月光牙とエルフーンでした。タイプ、あの、パーティー診断したら63点ぐらいでしたね。はい。なかなか点数が伸びてこない。月光牙はね、まあ、いろんな、まあ、月光牙を、メガネ月光牙使ってる実況者さんが、まあ、別に実況者さんに限らず使ってると思うんだけど、見てたらすごい強そうだったんで、使ってみましたけど、すごい使いやすいですね、これね。メガネ月光牙、まあ、玉よりも、なんかメガネでいいんじゃねえかって思ってます。波乗り神通力、冷凍ビーム、アクアのアド。なんか、草結びはなんかもう、あんまり正直信用してないんで、というか、あの、ロトモに打てないっていうのがちょっと僕、結構悔しいんで、あの、今回外してますが、まあ、結構テンプレ型の月光牙。これ A は V 箇所 V ついてますけど、これ0でしたね、実地が。はい。で、エルフーンが図太いのいたずら心。で、C、A0 の、C、ん ?BDCS。ば、ぶい、ぶ、ぶ、ぶ、ば、ば。で、まあ、普通に、十分すぎるぐらい採用答え。しかもアンコール遺伝してたんで、もう神のようなエルフがありがとう状態でした、これ完全に。フルサポ、身代わりコットアンコール宿り着のハメゲー型です。まあ、これが一番強いかなと思ったんで、でも今回ちょっと選出しなかったんで、使っていきたいですね。これ、次誰外すの?とりあえずフェアリーから、外し、フェアリー2体外す。あー、これすげー迷いますね。エルフン外せねえしな。グランブルも正直かなり気に入ってても外さなきゃいけないんで、別れは唐突なんだよね。まあ、わかんないです。ちょっとこれ考えます。これ6匹もうちょっとあの、今週というか今回あんまり今回というか前回のパーティーでちょっとあんまり回せなかったんで、今回はちょっと1週間あるんで、しっかり回して、このポケモンちょっと役割薄いかなっていうところを外していこうかなと思ってます。現段階では決まってません。で、次回は2000プラスバトルビデオの収録で、久しぶりにちょっと長めに、どうでもいいコーナー撮ろうと思ってるんで、ここから先、質問というか、あの、いつも、何でも、ポケモンに関してでも、実況でも、まあ、何でも質問募集してるんですけども、動画の最後で。ここで、じゃあここから先のコメントから、質問を次の動画で、いくつか拾ってお答えさせていただこうと思いますんで、どしどしご応募くださいと。じゃあ、とりあえず動画自体は終わりますが、ちょっとあの、ダークシャークアマリテみたいの作って、質問多めに取れるように時間作っとくんで、よろしくお願いします。じゃあ、ここまでご視聴ありがとうございました。また次の動画で皆さんお会いしましょう。では、失礼します。バイバイ。